毎週木曜日はサンテレビガールズさんと一緒ということで、今日登場しますのは東谷さんです。どこだ、どこだ。はい、サンテレビガールズの東谷里穂です。私は今1階の照明玄関にいます。現在の空の様子は少し雲がかかっていてどんよりとした印象です。手元の温度計では20度となっています。ここ2、3日より少し肌寒いです。前田さん、はい、突然ですが今日は何の日か知っていますか？今日は何の日？今日は木曜日やからね、尾関さんゲストの日なんですけども、はい、じゃなくて、あ、分かった分かった、近所のスーパーの野菜の特売日。大事だけど。今日はお香の日なんです。そうなんですね。日本書紀で大きな香木が淡路島に漂着したのが4月と書かれていたことと、そして香りという漢字を分解すると1、10、8、日と読めますよね。なので4月18日がお香の日と制定されたそうです。ちなみに私は白檀の懐かしい香りが好きです。白檀、渋い。スタジオの皆さんはどんな香りが好きですか？教えてください。すごい振りが来ましたけれども、スタジオの皆さんも白檀が来ましたからね、どうしようかな。久保さんから順番に聞いていこうかな。私は大喜利感覚。香り、肉の香りが好きです。お肉ね、さっきのね、残ってるよね、肉の香りね。はい、あずささんどうですか？私はヒノキが好きですね。ヒノキもね、まあ、渋いと言いますか、本当にね、いいですよね。尾関さんどうですか？私はですね、最近若者でも流行ってると思うんですけど、ホワイトムスクの香り。甘い香り。そうですね、甘さもあってすっきりっていう感じもあるような匂いが好きですかね。ちょっとおっさんには分からないところではありますけれども、また勉強したいと思います。さあ、榎木さん落としてください。ここは前田さんも共感できるでしょう。お酒の香りです。お酒ね。いや、そうですね、確かに ね、はい。まあ、私的にはね、ソースの焦げた匂いが好きとかね、そんな。あ、なんかお腹すく匂いがね。もうとにかくお腹すいてしょうがないですね。そうですね。はい、というようなことで今日は、お香の日、ね、びっくりしました。